押井守です。アニメはいつでもギリギリだ。アニメーションあんまり見たことなかった。一番小さい時に普通にディズニーのアニメーションとか見たけど、あんまり覚えてない。働き始めって、とっても暇な会社だったので、テレビを見てた。テレビで再放送のアニメーションを毎日見てた。日本のアニメーション。それはね、科学忍者対ガッチャマンっていう、テレビシリーズのアニメーション。後に僕の主催になる、鳥海さんっていう、鳥海監督の作品だったんだけど、それを見て少し心が動いた。なぜ動いたかっていうと、そのアニメっぽくなかったよね。キャラクターがリアルで、カメラワークもリアルで、割とこう実写っぽかったっていうか、お話も大人っぽいんだけど。で、それ見て、ちょっと感銘を受けたっていうか、なんとなく自分でもやれるかなという気はしてた。だから、アニメスタジオに入るまで、実はアニメーションほとんど見てなかった。で、アニメスタジオに入った後は、忙しくってあんまり見てる暇なかった。だから、なんて言うんだろう。実は僕はそんなにアニメーション一生懸命見てない。あと監督になってから人の作品見て感動するとか感銘を受けるとかね、多分なかったと思う。たまにアニメーション見るけど、大体怒ってるよ。大体悪口言ってるよね。そこが面白いところでさ、下手くそとかさ、そういうことを置いといても、僕は監督だから、だからその演出が気に入らないっていうかね、仕事で見てるわけだから、で楽しんで見るっていうことじゃないんだよね。だからどうしてもね、やっぱいろんな欠点が目についちゃう。でそれは自分の作品見たって、ね、いつも気に入ってるわけじゃないわけだから。だから、仕事で見るってことは、要するにまあ、どっかしら、出来が悪いとこ探そうと思って見てるわけだよね。あんま健全な見方じゃないと思う。だから、それは別にアニメーションに限らないけど、映画見るときは大体そういう風な感じで見てる。例えばよ。例えば、音消してみたりとかするわけ。そうするとね、何やってるか分かりやすいから、音に騙されないっていうかね。結構しょっちゅう音消してみてるね。多分そういうことやってる人って結構いるんじゃないかな。まあ、アニメに限らず、映画とかさ、エンターテインメントだよね。エンターテインメントが世界を変わるのかっていうさ、基本的にさ、そんな、大それたことはできるわけないと思ってるよ。コンテンツが世界を変えるんじゃなくて、メディアが変えるってことは当然あると思う。で、確かに変える力あるし、僕らの仕事はメディアの仕事だけど、まあ、コンテンツを作ってるわけだから。さあ、個々のコンテンツが、なんて言うんだろう。例えば一時にすごいブームを起こしたとかさ、したとしてもね、世の中を変えるとかはそういうことじゃないと思う。ただ一つ言えるのは、アニメーションって独特な表現だから、実写映画と違って、すごく、中立的っていうか、抽象的なんだよね。割とだから世界中どこで見てもあんまり違和感ないっていうか、だからある種の、アニメーションの見方っていうのがあるわけだけど、それはね、世界中に広めちゃったっていうね。特に日本のアニメーションがね。そういうことはあるかもしれない。で、ある人の感性みたいなもの。それを、まあ、要するに平たく言えば、オタクって世界中にいるわけだよね。で、オタクである限り考え方同じだし、
行動様式も変わらないわけ。でそういうことで言えば、なんかある種の共通の感覚みたいなものを、社会にひらめちゃったっていうさ、目指してたわけじゃないけど、結果として、ね、そういうことがあったかもしれない。でもそれはあくまで、トータルでってことなんで、個々の作品が、なんか、大きく世の中に影響力を持つとかね。僕はそうは思ってない。で、監督になってから40年くらいなんだけど、で、監督になる前に、僕のお師匠さんに言われたことあるの。ね。私のマスターですよ。もう死んじゃったけど。お前の仕事は、ね、子供とかね、若い人たちに、それある種の憧れを持たせることだっていうさ、ね。憧れのキャラクターを作り上げることがお前の仕事だっていうさ。それ以外に、お前が考えてることを一つだけ入れてもいいってさ。二つも三つも入れちゃダメだってさ。それがお前の監督としての仕事だって言われたわけ。あくまで若い子たちに、今の辛い現実みたいなのを忘れさせて、で憧れの世界をその時間とか見せてあげるってさ。それキャラクターだったり、世界だったりね。物語だったり。そのこと忘れるなっていうふうに、散々言われたわけ。だから割とね、そういうふうに思ってる。だから、別にね、麻薬売ってるわけじゃないんです。麻薬売ってるほど悪いもんじゃないけど、ある種の中毒性があることは間違いないって言ってる。ないと思うわけ。誰に聞いてもさ、あんた生まれて初めて見た映画何って言ったら、パッと出てくる人が珍しいよね。私は覚えてんの。幼稚園の頃だったと思う。多分3歳か、4歳ぐらいかな。これね、まあ SF ファンだったら誰でも知ってるってさ、ね、宇宙水爆船って映画だね。これで言うとさ、だいたい SF ファンの人はみんな笑うんだよね。ある種カルト的な作品なんだけどさ、わかりやすく言うと、ね、脳みその化け物みたいなミュータントが、ね、金髪のお姉さんに襲いかかってるっていう。そういうビジュアル。ね。それ多分一回ぐらい見たことあると思う。宇宙水爆船っていう。ね、西部映画ですよ。アメリカの。うん。で、私はね、これ、ずっと覚えてたの。自分で生活と一切関わらないさ。ね、全部、もちろん、全部外国の人。金髪のお姉さん。名前も覚えてないけど。ただそのミュータント、化け物。なぜ襲いかかったのかもさ、わかんないわけ。そこしか覚えてないから。子供ってさ、基本的にさ、あるシーンしか覚えないもんなんだよ。全体を覚えるっていうさ、ストーリーがこうで、登場人物がこうでって、そういう見方は絶対しないから。あるシーンだけ強烈に覚えてる。まあ、私の場合はそれが、ね、ミュータント、ナオミさんのミュータントが、金髪のお姉さんに襲いかかるとか。あれさ、まず、ちょっとトラウマになってると思うよ、多分。とお姉さん、これ多分自分の中のね最も強固な構図になってると思う。要するになんかすごいもの、綺麗なこの組み合わせ、これが生涯ついて回ってる気がする、まあ、そういう目で見てみるとね、自分が作ったものってだいたい無理なくそれに入っちゃう、まあ、それでかいのノルボットだったりとかさ、ね、それだけで戦車だったりとかさ、軍艦だったりとか、でも片っぽでなんかやっぱこう綺麗なもの、ね、子供が一生忘れないような綺麗なものを必ずね同時に見せたいっていう欲求があるんですよ。だからね、すごいものと綺麗なものはセットだっていうさ、別にビデオじゃなくてもいいんだよ、綺麗だったら、ね、こんな小さな女の子でもいいし、何だったら犬だっていいんだよ。だからさ、で野獣の方だって別にさ
凶悪なやつじゃなくたって別にフランケンしたんだよってなんだって別になんでもいいわけ、宇宙人でもいいしゴーレムでもいいわけで、だからとにかくびっくりするぐらいのすごいものと、とっても綺麗なもの刻み込まれたっていうか、そういう体験だったと思うね。で、宇宙征伐戦っていう映画を、ね、その子もちろん大人になって見たわけだけど、まあ、まあ、凡作ですよ。全然、もう一回見たとか全然思わない。しょうもない映画がね、自分の人生変えることあるんだってさ。うん。これがまたね、映画っていう形式の面白いところでさ、だからね、いつも思うんだけど、傑作ばっか見てるとろくなことないっつ、うん、もう山ほどね、そのクズっていうかその、しょうもない作品を山ほど見ることも、傑作を見ることも、と同じ値打ちがある。どちらかと言ったら、クズを山ほど見た方がいいぐらい。うん。で、それは、そういう記憶かな。だから今の監督としても私があるのは多分、ね、ね、脳みそのミュータントとお姉さんを見たせいだと思うよ、多分、うん、多分間違いないと思う。だいたい僕が住んでた町で映画館は5軒あったから、だから全部毎週見てたから、うん、だからさ、なんでにんで映画の見たか一切なかった、うん、なんか映画動いて音が出てれば極端に言えば何でも見た、退屈したことないから。なぜかってさ、つまんない映画ならって見ればさ、まあ、冒頭の2分で分かるわけだよね。まあ1分でも分かるよ。最初の3カットって十分分かるよ。そうだったらね、その、なぜダメなのか考えながら見てるわけ。うん。だから飽きるってことなかったよ。逆にさ、傑作って、ね、物が分かる暇ないんだよ。よくできてるから。だから何回見てもね、記憶がおぼろだったりする。つまんない映画とかダサくて、めちゃくちゃ覚えてるわけ。それ考えながら見てるから。なんでそっち行っちゃうんだとかね。なんで話をそっちに持ってくのとかさ。あんた主人公だろとかさ。いろんなこと考えながら見てるわけ。これがめちゃくちゃ役に立った。だから監督ってさ、何をしちゃいけないかが一番大事なんでさ。何をすべきかっていうのはさ、何をしちゃいけないかの、残りとして必ず出てくるんで。だから何をしたら失敗するかを学ぶためにどうしたらいいかって言ったらね、やっぱダサく見るしかない。失敗作見るしかない。他のことだってみんなそうだよね。スポーツだろうが何だろうがみんな同じだよ。だからね、その頃から、映画の見方はちょっと普通じゃなかった、多分。うん、だから基本的にはさ、映画が動いて音が出てると何度も見たかったっていうさ。ね、しかもさ、テレビじゃなくて、暗闇でスクリーンでっていうさ、それは大きかったと思う。だから無差別に見てたのが学生時代。それは、今でもね、やっぱり良かったと思ってる。だ問題ないのはさ、そういうダサくをさ、語る相手がいなかったことなんだよ。誰も見てないし、で見てもさ、相手知らないし、語るに値しないってさ、当時ないんだよ。そういうものこそ語らなきゃいけないのにさ。だからずっとノートをつけてた。一本の映画について1ページ。ね、必ずなんか書く。無理やり書く。書くことなくても書く。今でも会社にされるわけだよね。映画語ったらさ、全然終わんないっていうさ。それなぜかって言ったら、そういう訓練したから。これ演出やる上でも、すごく役に立ってる。で、これに耐えられる人間って滅多にいないと思うから。大体みんな退屈してさ、出てくか寝ちゃうかするじゃない。それやったらダメなんだよ。どんなつまんなくても見るんだよ、全部。できれば3本立て、まあ、当時はだからさ、ね、座席してとかするんじゃないからさ、朝入ったら夜まで開けるんだよ。まあ、夏は涼しいし、冬あったかいしさ、おにぎりとか持っていけば、ね、一日いられるわけ。だからさ、ぐる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 見えるわけ。お金なかったから。これに耐えられる人めったにいないよね、多分ね、うん、でも私はやった。だからさ、映画が好きだっていうこととさ、映画に執着してるってことと多分別なんだよ、全然。で、映画好きだってことがさ、多分監督にとって
必要条件だけど十分条件じゃないんだよ多分。だ監督の十分条件って何だっつったらさ、映画に飽きないことなんて。アニメーションの場合さ、そのアクション監督とか技巧家とか振り付けする人間っていないから、でも監督は考えるわけだけど、私的には最初からバーチャルファイターしかないと思ってた。連環転焼却って言ってるんですよ、ね、PPPK っていうさ、あのいわゆるコンボ技なんだけど、これ私の得意技だった。香港で取材した本当にある場所なんですよ。手前が水たまりになってんだけど、現実にはただの更地なんだよね。で水が溜まってる部分に置き換えたんです。あとはほぼほぼ現実の風景のまんまで、看板はない書き換えた。広告の看板ってみんな同じ見えるかもしれないけど、漢字の書き文字とアルファベット、だからもう一つね、ハングルが入ってんの。どういうことかっつったら、ざっくりアジアの某都市って、ね、アジア的な雰囲気出したかったんだけど、で香港っていうのは少しずらしたかったんだよ本当はね。で取材した香港があまりにも強烈だったので、やっぱり自然の香港の味が強く出たんだけど、当初の狙いとしてはやっぱアジアのどっかってことだよね。あとアクションはね、まあ分かる人はすぐ分かるっていうこと。これ要するに、まあ、要するにバーチャファイターですよ。当時ハマってた私が、ね、作画監督もハマってた。あの仕事場抜け出して遊びに行ってたゲーセンに探しに行ったのよく覚えてる。で仕事に戻れっていうさ、俺が勝ったら仕事に戻るんだと言ってた。そのバーチャで対決したことが何度かある。まあ強かったけどね、作画監督。なぜかっていうとさ、ま、街やるんだよね。街って分かんないと思うんだけど、カウンターしか狙ってない。これ嫌われるパターンね、汚いって言われるんだけど、まあ、それは置くとして、これアクションをつけるってさ、いや格闘ってことになるんだよ。アクションっていうのも、まあ、技巧に近いんだけど、あのこれはだから、しかもナイフ使ってるので、まあ私ナイフアクションって昔からやりたかったんだけど、多分アニメーションでナイフアクションってやったんないと思うのね、まあ、殴り合いより難しいから。しかも片っぽ見えないんで、一人芝居のナイフアクションっていうさ、で結構ねハードル高いことやってるんです。だからこれ作画よく頑張ったと思う。見えない相手と戦うっていうさ、多分当たりはねつけたんだと思うんだけど、キャラ描かないだけで。そう。やっぱその、だから結構ね、これ説明するのが大変だったね。アニメーターに説明するのが。たまたまこのシーンを担当したアニメーターはさ、バーチャ知らなかったから。で私がだからね、図説して、参考の動画も見せて、確かゲーセンにも、ゲーセンに連れてこなかったかな。見ればすぐわかるんだよ、つって。でもまあ元から君は雑にふさわしいかなと思ってやりました。まああと分かりにくいかもしれないけど、結構いろんな技使ってます。まあただ基本的にさ、光学明細で見えない相手といかに戦うかっていうかさ、そういうまあ狙いだったので、風景の中で一人芝居やってるようにしか見えないっていうさ、ちょっと不条理感みたいなのをちょっと狙ってるんですよ。ね、彼自身が、そのテロリストである彼自身が、自分が何者なのか、誰と戦ってるのか、実は何も知らないっていう設定になってるから、それを絵的に表現しようと思うと、これが8になった。だ多少歴史を言うとそういうことなんだけど、多分ね、見た人は、ああ、バーチャルファイターの PPPK だっていうさ、そういう印象しか残んないかもしれないけど、結構演出的には、まあ、割と重要なシークエンス。あとは人形扱いに、関わる伏線ですね。光学迷彩って他にも、まあ、いろんなパターン試したんだけど、実はね、デジタルでやってるとか1カットしかないです。
あの風景の奥からふわっと出てくる、あれがね CG 使ってます。それ以外のところは単純なあのアニメーションがよくやる、ま、マスクワークですね。まあ、ちょっと手の込んでマスクワークやってるけど、なんて言うんだろう、マスクワークかけるときの二重撮りする部分に波ガラスかけたりとかね、まあ、かげろうのようにちょっと効果出したりとか、細かいことやってるけど、要はマスクワーク。いろんな映画でさ、見えなくなるっていう表現を追求してるわけだけど、アニメーションで、得意なのはね、基本的にマスクワークなんですよ。アニメーションの絵ってのは重ねることを前提にして描かれてるので、で、タップっていうさ、サウンドアイドや映像に重ね合わせるために、あらかじめフレームは固定されてるわけだよね。だから、いわゆる原始的な合成。カメラの中でフィルムを2回、回してるわけだよね。巻き戻して。だからそれはね、アニメーションが最も得意とする技法の一つ。で、CG はね、すごく苦労した。これに関しては。ていうか、なかなかうまく表現できなかった。狙いとしてる効果が、なかなか得られなかった、逆に。だから難しいもんだと思った。まだ、だから過渡期の産物っていうかね。まあ、マスクワークはね、割と効果、その理解しやすいので。まあ、一番対応したんじゃないかな。リーズナブルだから。実は私結構気に入ってるのは、ビデオワーク。ビデオワークでやったところですね。ここには入ってないけど。だちゃんと CG 使って、紅白名作を表現したかというと、実は本編中に2カットしかない。まあ、だからデジタル映画って言われてるけど、実はそうじゃないんで、ものすごくアナログな映画だよ。あの看板だって全部、ね、手で貼ってんだもん。かみちょくちょくちょっと貼ってやるだけで。だからそういうふうな意味で言うと、まあ割と象徴的なシーン。技術的にもね。映画について喋る、ああでもないこうでもないとかね。で時々遅い時にさ、働いて金貯めて映画作ればまだマシな方。でも大体それで実際に作り始めた映画完成することほとんどない。途中で放棄する。だそれが映画さやねんっていうさ。私もそれだった。一年中映画見て、一年中映画について脳が切ったりさね。でも完成した映画2本ぐらいしかない。まあそういうふうな普通の映画作品だった。だから当然映画監督になるもんだと思ってたし、なって当然だと思ってたし、で、他に何にもなれないと信じてた。全部大間違いなんだけど、ね、大体そういうふうに思うもんじゃない。ね、若い人大体バカだからみんなそう思うんだよね。でさ、結局6年に大学卒業した時にさ、撮影所に入るしかなかったわけだ。でもさ、日本の映画当時もうすでに不景気で、社用で、まあ、撮影所もどこも募集してなかったんだよ。え？別に東大生じゃないし、普通の、なんか国立大学だけでは、そんな大したもんじゃないし。で、募集なかったんでどうしようかなっていうさ。だからしばらく、その、ね、会社勤めとかさ。あのね、ラジオのディレクターとかなぜかやってた。これもね、すぐ辞めちゃったけど、半年くらいかな。たまたま、失業してた。失業者だった。当時、もう結婚してたんだけど、奥さんの働きに出て、さ、昼間やることないから、プラモデル作ってたわけ。プラモデル好きだったから。まあ、戦闘機とか戦車とか作ってたのね。でさ、とっても楽しかった。全然惨めと思わなかったからさ、めちゃくちゃ楽しかったのよ。これまでもいいと思ったぐらい。ね。で、夕方になるとご飯炊いて、奥さん帰ってくるに待つわけ。でさ、ある時に、ご飯作って奥さん待っててさ、奥さんが真面目な顔してさ、私ね、もうこんな生活耐えられないって言ったわけ。やっぱダメなんだと思ったわね。やっぱ働かないとダメなんだって。じゃあなんか就職しようと思って、
で街歩いてたらさ、当時就職情報誌とか何にもないから、もっと嘘みたいな話なんだけど、これみんなが作ってるだろうって言うんだけど作ってないんで、本当の話なんだけど、電信柱に募集広告貼ってあった。当時よくあったんだよ。それが、まあ、タツノコプロダクションっていうさ、アニメ制作会社、アニメスタジオの募集だった。あ、アニメかと思ったわけね。アニメあんま興味ないけど、でもたまさかさ、以前にも話したと思うんだけど、ガッチャマンって作品見た経験があって、これ痛く気に入ったんですよ。だから名前知ってたわけ。ね、トツノコプロダクションっていうさ、科学忍者隊ガッチャマン作ってるスタジオっていう、そういう認識だった。で、すぐ電話かけた。ね。面接に行って、で、次アニメーションの好きかって聞かれて、大好きです。絶対見たことないんだけど。でうちの作品とか見たことある？全部見てます。全部嘘なんだけどさ。これも作ってんだろって言われたんだけど、本当なんだよ。で、運転免許持ってるって聞かれたわけ。当時運転免許持ってなかったね。運転免許持ってたら、制作部に回ってた。たまたま運転免許なかったんで、これ編集で入った。じゃあ来月から来てねっていうさ、途中採用だった。審査採用じゃなかった、当然。で、編集部に入った。で、午前中は、ね、ラッシュのちぎり方とかね。こう、バサバサやって、ラッシュ巻くとかさ、そういうことを教わったわけ。まあ、ショーのショー。で、お昼ご飯食べてたら、その編集課長っていう人が来て、教えかんってさ、え、君演出志望なんだって、って、はい、そうですけど。そうか、とか言ってさ、うん、じゃあちょっと午後に、その演出部長に会いに行こうかってさ。で、午後から演出部に入ったの。でもそう、本当にね、慣れ行きなんですよ、全部。まさかアニメの演出家になると、今にも思ってなかった。なんかちょっと働かなきゃいけないし、どうせ働くんだったら、まあアニメもね、映画に近いかなと思ったわけ。フィルムであることに変わりないし、劇映画だから要するに。そういう思いは今でもある。アニメだろうが実写だろうが全部映画だっていうさ、そういう頭で入ったから、漫画だと思って入んなかったから。で、それ正しかったんだよね、今にして思えば。たださ、午前中編集部で、編集課で午後から演出部ってのはね、それは嘘みたいな話だけど、なぜそういうことがあったかって言ったらね、人手不足だった、で僕はたまたまラジオの仕事してたから、テープの編集ができたね。パシャパシャって。で、それでさ、なんとなく、だから最初編集だったんだけど、ただたまたまさ、編集は割と人であったんだけど、演出も人ではなかったから。で、即日採用。ね。それから3ヶ月で演出家になった。もうこの話はまた、やめてやるときりないから。だけど、要するに、なりゆきなの。なりゆきなの。ただ一つあったのは、映画に近い仕事したいっていうさ、映画風の仕事だったら何でもいいと思ったの。助監督になって撮影所で働いてっていう正規のルートはもうなかったから。それ以外で監督に近づくにはどうしたらいいかって言ったら、僕の場合は、まあラジオのディレクターやって、その次にアニメの演出家になったんです。徐々に近づいていったわけ。でもこれは結果的に良かったと思ってる。ね、そういう意味で言うとさ、助監督経験してたら多分ね、実写映画なんか一生やってないと思う。めげてやめたと思う、ね。そんな根性ないし。だからね、アニメの演出家からアニメの監督になって、でアニメの監督が言えば、インチキして実写の監督もやったから。だからやれた。それ間違いなくそうだから。うん。だからそういうことなんじゃない？やっぱともう、全部ね、その、なんか目指して努力したって記憶ないんだよ。うん。だからその場その場で、チャンスが回ってきたらすかさず飛びついたっていうさ。で、無意識の準備はしてたと思う。だから飛びつくためには嘘でも何でもついた。ね、これはっきり言うけどね、嘘つきだった。うん、平気で嘘ついた、うん。だから目的のためにはね、現れることが許されると本気で信じてる。ただ嘘をついてもいいんだよ。あとで本当にすればいいの。その時はやったから。ね。アニメは実は全然見てなかったけど、演出家だったから一生懸命見たから。一生懸命見た。
なんか監督ってさ、そういうことできないととても辛いと思うよ。一年中嘘ついてるから。てか基本的にさ、監督、映画監督って嘘つきじゃない、だって嘘つくの仕事なんだもん。いかにお客さん騙すかってさ、でことのついでに映画作るためにスタッフ騙したり、ね、プロデューサー騙したりするだけでさ、でもその時は嘘だけど、ちゃんと作品仕上げたら本当になるわけだから、順番が違うだけ、ね、これ順番が違って、それやらなかったら本当の嘘つき、犯罪者。これ実社会でこれやったらさ、多分犯罪なんだろうけど、詐欺でお金儲けたけど後でちゃんと返すわってさ、許されないわけ。でも映画だと許されんだよ。これがね、何でもいいけど映画って本当面白い仕事だと思うってさ。自分が監督になってからものすごくインパクトを受けたっていうかさ、それは言えると思う。やっぱブレードランナーだよね、結局ね。まあ実写の映画監督でもアニメの監督でもそうなんだけど、何から出発して自分の映画作るかって言ってさ、一番大きなものはね、やっぱ昔見た映画とかね、最近見た映画とか、映画を参考にして映画作ってんですよ。うん、だから当たり前のことなんだよ、だから。だからさ、こう、それをインスパイアされたっていうふうに呼ぶのか、パクったっていうのか、それは同じことだよ、それは。表現っていうか、映画的な表現ってもともと全部引用だと思ってるから。ね、引用なんですよ。たださ、そっくりコピーするのとどこが違うんだって言ったら、引用っていうのは、つまり自分の中一回通して編集するんですよ。意味を変えたりとか、ちょっとニュアンスを変えたりとかさ、並べ方を変えたりとか。だからさ、その、僕のやった仕事があちこちに、評価力を顔出したとしても、それは、まあ多分当たり前なんで。僕もいろんな映画引用してるから、多分分かる時も分かんない時もきっとあると思う。でも引用してること自体間違えてもないし、みんなやってるんだよ。映画に本当の意味でのオリジナリティなんてあるのかと思う時あるから。だからその引用の手つきがうまいか下手か、あるいはその引用の仕方にどんな癖があるかって、どういうつもりで引用してるか、そこに多分個性とか作家性とか言われてるものが多分あるんだよ。自分が監督する上で確信に近い部分に触れたっていうさ、それはあの作品、ブレードランナーって作品だと言っていいと思う。僕が考えたことをね、証明してくれたわけ、言っちゃえばそれでいいんだってさ、それでいいんだって、お前の考えてることは正しいってさ、だからね、恐れることなくやれっていうさ、言われた気がしたわけ。それどういうことかって言ったらさ、ね、今とはちょっと違うんだけど、ドラマなんかどうでもいいと思ったわけ。ただ、ある世界ってビジョン、ある世界観を、圧倒的な世界観を展開するんです。有無を言わさず、ね、見事に、あたかもその世界が実在するかのごとくっていうさ、要するにだから架空の世界をいかにリアルに作り上げるかって、それ自体が映画にしかできない大きな仕事なんだってさ、それに比べたらドラマとかね、チタチタチタってさ、大したことないってさ、と思っちゃったんですよ。ね、今の考えでは 100% それは正しくない、ね。だけどその時はそう思い込んだ。ね、それがなかったら多分、ね、パトライバーって作品も、高架機動隊って作品も、一切なかった。私はさ、作品見るって、ストーリー覚えてるとか、役者の名前覚えてるとかさ、監督の名前も覚えてるとか、それどうでもいいと思ってるから。ディテールなんですよ。ディテール覚えてる。で、ブラジャーナって作品はディテールの塊なんだよね。
だから漏れなく覚えてるわけ。お話はね、うまく説明してづらいね。もともとよくわかんない話だから。だからさ、僕の映画も言ってみれば、そうやって覚えてほしいなっていうふうには思ってる。で、そういうのを覚えてくれてると嬉しいなとは思ってる。うん。お話なんか忘れちゃってもいいよ、別に。映画って、もちろんだから作った側からすると、こういうとこ見てほしいとかね。この人見てほしいとかさ、いろいろいっぱいあるんだけど、その通り見てくれる人ってまずいないわけ。当たり前だけど。映画って基本的にさ、見たいものを見て持ち帰るのが映画なんだよね。だから、いくら力入れても、さ、結局お客さんって、自分が本当に見たいものだけ、奪って持ち帰って、で、ああだこうだっていうさ。でも、それはね、どうにもならないと思う。で、それでいいんだと思う。そういうふうな表現だから。いつか、個人的な体験で言うとね、ある監督の、あるアニメ作品、大評判だった。ね、見に行ったんだけど、でね、映画終わってトイレ行ったらさ、若い子、学生かな、二人組がね、見た映画の話してるの。なんとかって女の子が出てくるんだけど、言わないけど、その女の子死ななくてよかったなーっつってさ、で、楽しさに帰ってったわけ。それ聞いた時にさ、あの二人って、それしか見てなかったのかってね、安心して帰ったってさ、それ確認しに来たっていうかさ、ね。で、私ってその時思ったんだけど、やっぱね、特にアニメのファンっていうのは、自分の見たいものに関して貪欲だから。キャラクターしか見てない人はキャラクターしか見てない。ロボットが好きな人はロボットしか見てない。実はそれってさ、ね、僕らは現場でやってることと一緒なんだよ。つまり、全員で集まってラッシュをチェックしたりするんだけど、アニメーターは動きしか見てない。ね、で、カラリストは色しか見てない。で、美術のスタッフは背景しか見てない。自分の関わってる部分以外何にも見てない。で、感想も食べてもない。何も出てこない。だって見てないんだもん。ね。で、監督だけが全体をうまくいってるかどうかは、ちょっと引いて眺めてるってさ。で、その同じような、ちょっと一歩引いて眺めてる監督と同じように。眺めれば、もしかしたら監督の見方と割と一致するのかもしれないけど、そんなことを映画館でやってる人はまずいないから。当たり前だけど。誰かに注目してるか。何かに注目してるか。だからさ、それはさ、映画館に入ってわざわざお金払って、一歩引いて、ね。あんま感動しないように、注意して。そんな見方してるのは多分監督だけだよ。うん。だからそれ言っても無駄なんだよね。うん。だから作ってる側ですらそうなんだから、ね、見てるお客さんの方がさ、どういう目で映画見るかっていうのはね、もう予想つかないけども。コントロールなんかできるわけないし、ただ、時々やるのは、どうするかっていうとね、あんたはこっちに向かわせるっていうかね、自分が言いたいことの方に誘導するために、いろんな仕掛けをするわけ、演出として。それをね、実は結構やってる。ここ具体的に言うと気にないんだけど、基本的には意外性ってやつなんだよね。お客さんの想像してる逆のことやる。外してやる。えって感じなんだね。その瞬間が、つけ込む好きになるわけ。で、そこにすかさずがドドッと攻め込むっていうさ。それもだから、空手みたいなもん。うん。ちょっとわざとね、好き作ってやって、で、来たら途端にカウンター入れるっていう。だからそれはさ、そういう押したり引いたり、格闘技みたいなもん。それをね、演出家は、大体みんな心がけてると思う。意外性ってとっても大事だから。だからそれはお客さんとの駆け引きだよ、ね、映画は言ってみれば、ね、だからうちの旦那春田師匠がいつも口酸っぱくして言ってたのも演出の基本は意外性だって、当たり前のように当たり前につなぐなっていう、それはね散々言われた。でもそこまでしてもね、多分僕の作品って
まあ、普通の作品に比べるとやっぱね、お客さん的にはどう見ていいか分かんない部分が多いと思う。それは仕方ないと思う。そういうことをあんま考えて作ってないから、実は。なんかぶっちゃけちゃうとそうなんでね、あんまお客さんに親切に作ろうって気がないんですよ、実は。なぜかって言うと、そこから先言うとね、もっとどんどん長くなるから、ここでは言わない。これはさ、まあ、ラストシーンの問題ってことになるんだけど、まあ、真っ先にあるのは多分さ、原作では男の擬態になってるんだよね。元子が目覚めてと男の体に入ってるんです。でそれを変えて、あえてその小さな女の子、少女の擬態にしたってさ。でどうしてって話だよね。これがただね、面白いことに現場でそのことを聞いた人間誰一人いないんだよ。一つにはまず半分ぐらいの人間は原作読んでないね。で半分ぐらいの人間はね、多分違和感なかったんだと思う。結局そういうこと、そういうことになるんだよ。これはさ、目が覚めたら女であるマトコが男のギターに入ってるっていうさ、それがいいかどうか散々考えた。でそれはさ、自分の好みとかいうこと以前に、アニメーションの表現として、まあ、同じ元子というキャラクターを男の声と女の声でさ、同一人物として表現できるかってさ、お客さんがそれで納得できるかってさ、まず無理だと思った。それはさ、やっぱ漫画っていう表現と映画っていう表現の根本的な違いなんだよね。キャラクターの同一性ってやつ。漫画の場合はさ、元子はどんな体に入ってても元子だっていう、それ説明すればそうだと思って読むわけだよね。でも映画ってもっと植物的な表現だから何でも言うけど、男の顔をして男の声出したら元子に絶対見えないって言って、で私は元子だけどとか、元子よとかさ、気持ち悪くなるだけだってさ、これ以上言うとちょっといろいろ問題が出てくるから言わないけど、でもさ、何でもできるわけじゃないってさ。まして、アニメーションっていうのは、キャラクターの自己同一性ってやつをさ、どこで保証するかってね、めちゃくちゃ許容度が狭いの。まず、服変えただけでもわかんなくなっちゃう。ヘアスタイル変えただけでもわかんない。ね、極端に言うと目の色変えてもわかんなくなる。だからね、アニメって何でもできないんだよ。だから、ただ、それでもう違う人間として、言えば生まれ変わる。復活するっていうさ、シチュエーションは絶対に必要だから。ね、元が再生するっていうさ、復活するっていうさ、ね、それがないと映画として終わらないから。じゃあ元子が復活する姿形として何がふさわしいのかってさ、やっぱ女の子しかいないんだよ。少女だったら誰でも納得できる。ただし声をどうするかって問題は最後まで残った。だから3パターン試した、ね、だいぶ子役の声で通したパターン、元子の声で通したパターン、二人の声を全部ダブらせたパターン。三通り試した。で、結果として途中で切り替えることにした。そうすることで、この小さな女の子が姿形は少女だけど、中身は元子だっていうさ、分からせるにはこれしかなかった。だからね、私の好みとか趣味とかいうことを超えて、表現上こうでしかありえないってだけ。で、もしそれがさ、違和感なかったとすれば、それは成功したんだよ。いや、もう一回生き直すっていう、新しい人生を生き直す。子供として生まれてくるって。だから少女である意味がある。だから元子の面影はちょっと残したかったってさ。で、作画的にはかなり難しかった。まして、こういう、ね、割とこう、人形っぽい芝居。瞬きもしない。まあ、これは作画監督が書いたんだけど、だからね、せいで言えば非常にこう、やっぱ、この作品を象徴するシーンとして、ね、何を削って何を残すかってことがその一番考えたシーン。まあ、これに比べたら、最後の、ネットの世界は広大だわっていうさ、セリフはね、まあ、
どうぞみん。さてどこへ行こうかしらね。ネットは広大だわ。どうせめっちゃ言い過ぎだけど、そんなに象徴的なセリフと私は思ってない。もう一つあるのは冒頭のカット、あの長いカット、カメラが永遠と鏡に向かって前進していくって、あれはね当初の長さの多分3倍以上になってる。つまりゆっくりしたカメラワークっていうのはアニメーションではね基本的には表現できないの。情報量が変化しないから、微妙に、要するになだらかに情報量が変化していくっていうのはアニメーションが一番苦手なことなんだよね。実はあれは結構、まあ、素材は全部2次元なんだけど、それを3次元的に組み立ててカメラワークをつけてるんだけど、当初予定してた尺だとね、全然そのカメラ速すぎて効果が出なかった。で、試してるうちに結局3倍以上になった。そのことから実は結構私はいろんなことを学んだんですよ。アニメーションの世界で重たいカメラワーク、情報が緩やかに変化していくカットっていうのは原則的に不可能だ。で、これ後に実現することになるんだけど、つまりそれは背景を3次元化すること。まあ、イノサイスという作品でそれを実現したの。ようやく。そうすると何が起こったかって。あの長い間合いがいらなくなった。面白いでしょ？情報の変化っていうのは、そのカットの時間、経過時間と関係ないんで。情報の変化を見てるだけで、時間を見てるわけじゃない。というふうなことがよく分かった。だつくづくだからアニメーションっていうのは、ものすごく、際どい表現だっていうかね、ちょっとしたことですぐ崩れちゃう。だから非常に制約の多い表現、形式なんでね。ってことを学んだシーンでもあった。よく聞かれるんだけど、どういうふうに仕事してますとかね、何をきっかけに映画作ってますとかね、言われるんだけど、ね、映画作ろうと思ったら、ね、映画見てちゃダメなのよ。アニメやりたいと思ったらね、アニメ見てるやつ基本的にダメで、アニメやりたいと思うんだったらアニメの監督になりたいとか、アニメ食べてたけど、アニメの監督になりたいとかだったらね、だいたい普通の映画見た方がいい。間違いなく。ね。アニメのことは現場入ってから勉強すればいいの。で、監督として映画作りたいんだったら、アニメでも実写でもいいんだけど、まあね、本いっぱい読むべきだってさ、月に20冊ぐらいは読んでほしい。それさ、別に小説とかダメよ。あれ無駄だから。無駄ってところは無駄じゃないんだけど、ちょっと難しい本やってほしいんだよ。それはつまり、歴史だったりとか、哲学だったりとか、だからね、まあ経済学でもいいんだけどさ、まあ特に、まあ自然科学の本とか、お利口になってほしいわけ。監督ってさ、お利口じゃないとダメなのよ。お利口って言葉の中身は何かさ、論理的ってこと。論理的思考っていうね。これができない人は、向かない。感覚とか感性とかそういうこと言いたがる人いっぱいいるんだけど、こんな当てにならないもんないから。ね。じゃなくて、10年とかだったらいいよ。ね。2、3本作るんだったら何やってもいいんだよ。でも50年とかさ、60年とか、生涯仕事にしたいと思うんだったら、論理的な能力、論理的思考能力ってやつがないとね、絶対無理。その時その時の勢いで作ってても、バラバラのものを作るだけ。進歩もなければ、何もない。どういうことかってさ、演出って仕事は、ものすごく理屈の上に成立してんの。私、その理屈を見つけるために、相当頑張ったから。ね。多分、そんな理屈をね、社会の考え方にね、滅多にないと思う。そういうさ、論理的な能力っていうのはさ、身につけるためにどうしたらいいかって言ったら、本読みしかないんだよ。
ことできればいろんな人間と議論するっつって説得するっつって最近の向井監督びっくりするぐらい本読んでないからね、うん、こんなんでいいのかってぐらい読んでない、まして古典なんか誰も読んでない、それはね大問題だと思う。昔のこと勉強しないでさ、未来も一番もないわけ。ね。もちろん今のこともわからない。ダントツで聖書がね、それもできれば新約じゃなくて旧約の方。旧約っていろんな人間の話が出てくるわけ。王様だったり、ね。普通の人だったり。人間がやってきたことってかさ、人間が考えることっていうさ、いいことも悪いことも。全部あるの。嫉妬とか憎悪とか、ね、そういうこと全部含めて。だからこれ読んでて飽きない。飽きない。と年取って読むと、また違って読める。ね。若い時読んでも分かんなかった部分読めたりする。で、聖書ってだから別にさ、信仰するとか宗教の本として読む必要ないわけ。人間の知恵の本として読めるって。で、オリジンなんて、聖書って。これ日本人なかなか分かりづらいんだけど、欧米の映画作品のほとんどが聖書をベースにしてると言ってもいい。なぜそれがいいかって言ったら、みんな知ってるから。ね。だから説明しなくていいんだよ。そっから始められるから。無駄がない。ね。で、原型があるってことは、いろいろバリエーション作りやすいから。で、聖書を読むことの意味っていうのは、原型を知るってことなんで、人間の原型だったり、人間のやらかしたことの原型だったり、人間関係の原型だったり、ね、あるいは犯罪の原型だったり、一通り犯罪は全部出てくるから、とってもおすすめ。ね、あと個人的におすすめだったりするのは、クラウゼビットっていう人がいるんだけど、ね、戦争論っていうのを書いた人、これおすすめ。多分みんな10ページで挫折すると思う。映画作るのって私流に言うと戦争することにとってもよく似てるから。これね、いつもその例え話で言うから結構ね問題になるんだけど、戦争を例えにするとすごくわかりやすいんだよね。だけど逆に聞いてる方はどんどんわかんなくなるから。私はわかってるだけで。でも、監督やる上でさ、人をどうやって動かして、どこで力入れて、どこで引いて、どこで突っ込んでとかさ、それってさ、やっぱね、うちの似てるのってやっぱ戦争なんですよ。お金もかかるし。有限の資源で、どうやって獲得目標をゲットするかって。うん。何をもって勝利と呼ぶかって。もう監督ってさ、ね、戦争を指揮するとは司令官みたいなもんなんですよ。まあ、参謀みたいなもんなんで。だからその、突然来てるのはみんな、ね、誰かに突然来てもらえばいいんだけどさ、指揮しなきゃいけない。で、どの時期に何を考えて、どういうふうに人を動かすのかってさ。で、これはね、体験的に学ぶだけでは足りない。さっきも言ったけど、理屈で考えるしかないの。これはそうやってものを作ってきた。特にアニメの現場ではそれがないと、勝てない。ちゃんと演習もして、ね、演習もする必要があるんで。だからこの二つは違った意味でおすすめ。こちらはね、物語作るっていうさ、こちらはね、戦争の方はいかに戦うかっていうさ、実践的な理屈として。この二つがあれば、基本的に用足りるんで。ただ問題なのはよ、問題なのは、この、例えば聖書のような聖書を理解するために、その周辺にある本を全部読まなきゃわかんないの。それが古典の持ってる意味なんで。ね。この一冊の本を読めば終わりっていうわけにいかないの。この一冊の本を理解するために、今まで何十人とか何百人とかいう人間がいっぱい本書いてるわけ。これをね、できれば漏れなく読んでほしい。だから大変なんだよ。論理的にものを考える力とか、言葉で表現する力とか、人を説得する力とかさ、ということなわけ。だから、そういう意味でこの2冊は、めちゃくちゃ大変だけど、
でも歌ったおすすめ。あとはあなたっていいんで、あとは別に好きに読めばってさ、楽しみとして。実写の監督さんもアニメの監督さんもね、基本的にやってることは同じだと思うわけ。要するに人を動かすのが仕事で、自分が何かするわけじゃなくて、誰かにやってもらうわけでね。カメラを回すのも照明当たるのも、これ実写だったら演技するのもさ、全部自分じゃない誰かなわけでね。アニメーションの中結局同じだから。で、僕はたまたまだから両方やってるんだけど、実写とアニメでさ、アニメーション独特の苦労ってなんだってさ、それははっきり言ってね、一つしかないってさ、アニメーターといかに付き合うかってことなんね。僕はもうだから45年近く付き合ってきたけど、とにかくね、世界一めんどくさい人間だと思う。実写のスタッフとかクルーとか根本的に違うのよ。実写の世界のスタッフとかクルーとか、役者さんもそうだけど、みんな一緒に仕事するわけだよね。集団で仕事する。でもアニメーターってさ、基本的に一人で仕事するんだよ。いや、これ根本的に違うわけ。だから結果として全然違う人間になる。個人的な作業を積み重ねて、で、共同の仕事、映画になるっていうさ。だから、アニメの監督って、個々の人間とバラバラに付き合うしかない。映画みたいに全員が集まってる場所ってないから。ね。で、今から始めて夕方終わるとかそういうのもない。それぞれバラバラの時間に、好きな時間に仕事するから。で、しかも人数多いよね。アニメーションって大体、そうだな、最低でも200人とか、多ければ、1000人とか、もっと多い場合もある。一人一人の顔しかないんだよ。ね。その一人一人の顔と向き合って仕事するわけ。それバラバラな個人を全部まとめてっていう言い方するけど、まとまらないんだよ、結局。違う場所で違う時間に違うこと考えて仕事してるから。でも全部、その、個々のアニメーターの仕事を自分の中をで通して違うものとしてまとめていくっていうさ。とアニメーションってそういう仕事なんですよ。だからとっても疲れる、はい。人間同じようなモチベーションを持ってものを作るってさ、とても難しいわけ。だから僕も時々そういう時あるから。で、どうするかってさ。飽きちゃうね。飽きちゃう。人間だから飽きる。でも飽きると仕事にならないし、さっきできないから。で、飽きないための工夫をする。どんなことするかってさ。だから違う仕事をする。だからアニメーション作りながら、こっちでね、実写映画作ったり。で、アニメーションの仕事しながら、こっちで小説書いたり。とか、そういうこと。うん。あと、なるべくね、アニメの現場に長居しないようにする。10時間も12時間もね、15時間も、あるいは20時間もさ、いる人いるんだけど。ね、昔はよくもスタジオで生活してきてまで行ったから、寝泊まりする人もいた。僕はなるべく遅くに入って早く帰る。ね、僕はモットーなんだけど、現場に3時間以上いない。うん、で、これはもちろんいろいろ言われてるよ。いろいろ言われてる。サボるんだとかね、真面目にやれとかさ、怠けてるわけでもサボってるわけでもないのよ。自分のモチベーションを維持するためにそうしてるの。じゃあ3時間しかスタジオにいないで他の時間何してるかってさ、それは多分うちでゲームやってたりとかさ、タキミとか違う仕事やったりとかさ。ただこれは言っておきたい、3時間しかいないかもしれないけど毎日行ってるね。これが一番大事なことだ。多分誰も理解してない。僕の現場の、ね、誰一人理解してないと思う。なぜ僕はそういう仕事するかってね。みんなもっと単純にサボってるって、怠けてるって、飽きてるとかね。浮気してるとかさ、いろいろ言うわけ。でもこれさ、多分、
これ言っちゃうといろいろ問題あるんだけど、まあ、家庭生活とかさ、実人生だって同じなんだやっぱ。でも一番大事なのは、ある目的意識を持って、一定の期間さ、耐えるっていうかね。それが一番大事。でアニメーションの監督に必要なのは、ね、勤勉さとかさ、誠実とかさ、そういうことを割とどうでもいいっていうか、それよりも、もっと大事なのは、飽きない努力をするってことだ。ね。アニメを好きで居続ける。映画を好きで居続けるために、いろんなこと考える。ね。さっきも言ったけど、音消して映画見るとかいうのは、ね、その典型なんだよ。映画を飽きないためのいろんなテクニックの一つなんだよ。これ、とても大事なこと。さ、50年もこの仕事してればね、やっぱ飽きるわけ。本読んだのが楽しいし、ね、ゲームやったのが全然楽しかったりするわけ。でも結局映画しかやることないわけだよね。やっぱ一周して、この世の中でさ、映画作るほど面白いことって他にないわけ。これ多分みんな同意すると思う。この仕事してる人間は。ね、違うパン屋さんに行ったりとかさ、パン屋で修行したいとかさ、ね、タクシーのうんちゃんにやりたいとかさ、いろんな人見てきたけど、パチンコで食っていくんだとかさ、結局みんな変わってきたからね。みんな変わってきたから。ね、そのぐらいさ、やっぱ、まあ言ってみれば、楽しんでやっぱ。苦しいけど、やっぱ自分がやってきたたった一つのことだから。それしかできないし。で、同じような人間が集まってるから。やっぱ自分の居場所があるんだよ、そこに。だから続ける。だからこれとっても大事なことなんだけど、ね、アニメって、スタジオでしかできないんだよ。なぜかって言ってさ、同じ種類の人間が集まらないと、意思の疎通ができないんだよ。この不思議な世界を説明することで、僕は、言ってみれば、僕はそのアニメの世界の人間じゃなかったから。で、ぽっこりやってアニメの仕事始めたからさ、未だに不思議だと思ってる。何やってんだと思ってるね。バカみたいとかね。うん。だけど、そういう世界なんだよ。だから、アニメやる苦労って、話長くなったけど、この学校の話になると絶対長くなるんだよ。だからなぜかって言ったら分かりにくいから。だけど、まあ苦労って意味で言えば、まあ一周して最初の話に戻るけど、集団の作業でありながら、個々の局面では全部個人的な作業なんだよ。これは多分ね、実写の監督さんには永遠に理解できない。私が言うんだから間違いない、ね。両方やってるさ、この私が言うんだから間違いない。まあ、なんだろう。だから実写の監督さんがさ、頭にアニメーションを作るとしても、まず絶対うまくいかないから。うん。で、同時にアニメの監督さんが実写の現場突然行ってもさ、多分あんまうまくいかない。これ身をもって体験したからさ。だからよくわかる。まあ、割とね、こういうこと言えるのは、多分、私ぐらいじゃないかとね、思ってるよ、実は。うん、ちょっと不尊な言い方するけど。なぜかって言ったら、両方で苦労したから。ってな感じかな。ちょっとね、この話になるとちょっと熱が入るっていうか、熱くなるんだけど、それは結局さ、未だに誰も理解してくんないからなんだよ。ね。私が組んだスタッフとかプロデューサー、みんな私を怠け者だと思ってるからね。うん、とんでもない間違いです。私ほど努力してる人間いないんだからさ。何を努力かってさ、飽きない努力をしてる、モチベーションを支える努力をしてる、ね、持続するやつ、今風に言えば持続可能ってやつなんだよね。持続可能ってやつなんだよ。サスティナブルワークなんだよ。多分このイノセンスって映画の中で世界がループするっていうシーン、一番多分評判悪かったシーンね。いつまでこのループ続くんだっていうさ、あのね、昔からこうループするっていうさ、好きなんだよ。なぜかわかんないけど子供の頃から好きだった。寄ってたかってた自分を騙してるんじゃないかっていう世界中が、という
妄想がね、小学生の頃からずっとあったの。親も兄弟も実はね、よったかって自分を騙そうとしてんじゃないかってさ。あれ全部自分、役者なんじゃないかってさ。いや、時々だからさ、見たことがあるようなおじさんに時々出会ったりって、あれ実は同じ役者がね、役変えて出てきてんじゃないかとかさ。で、妄想を膨らましてたわけ。子供の頃。っていうか、まあ、まだそうとかあるんだけど。そういうところ、自分自身に固有な妄想の再現っていうことを一つあるんだけど、だ作品的な狙いとしては、こんななってる、深い人の人間みたいな読者が、そのデカルトの話してるんだけどさ、ね、人間機械論っていうさ、人間も機械なんだっていうさ、ね、人間っていうのを、やっぱ精神と肉体っていうさ、二つに分けるとどうなるかっていうさ、実は人間自身を機械に見るしかなくなるんだっていうさ、だからさ、結局、あの徳さが人形なのか、生身なのか、それ聞いてたバトンも実は全部人形でしたっていうさ。だから周り中の人間が実はね、あの人間らしく振る舞ってるけど、実は人間なんじゃないかっていうさ。その類の恐怖っていうさ、がこの作品のテーマでもある。ね。もしかしたら人間と人形の差ってそんなに違うなんじゃないかってさ。それを象徴するシーン。でもある。だそれをね、いろいろ、普通だったら、もっと手もかわし、何回面白く、アクションも交えて、サスペンスもよろしく、ね、びっくりさせたりとか、しながら描くもんなんですよ。うん。それは、まあ、キュービックなんかもやったりです。ね。だけど、私はそういうのやる気全然なかったの。ひたすら、とにかく、長ったらしいカットでさ、延々とじれったい動きの中で、だからさ、お客さんが猛烈にこう不安になるっていうかね。これいつまで続くんだろうってさ。で、それははっきり言ってね、割とサディスティックな監督の表現っていうか、欲求があるの。いろいろ手をかわしながら派手なことやってお客さんを、ね、汗びっしょりかかせるとかそういうことじゃなくて、じわじわ苦しみとかみたいなね。それはね、まあ、好きっちゃ好きなんだよね。で、まあ、この映画にふさわしいとも思ったし。ただ、それをさ、いざ実現するとなったときに、これ実写でやったらね、なんてことないんですよ。これアニメーションでやるとね、とんでもないことになった。まずこんなあってるね、人形の芝居をやるっていうさ、魂のないものを、ね、動かすっていうのはね、アニメーションの得意技なんだけど、ただし、それは人型以外だったらってことね。ね。人間と人形を書き分けるってね。ある意味で言えばアニメーションに登場する人物ってのは全部が人間みたいなもんだから。ね。これ広角の時もそうだったんだけど。あの時は瞬きしないっていう単純な方法を使ったんだけど。今回は動きで表現しようとしたから。これはね、やっぱここのシーンを書いた、まあね、キセってやつなんだけど。まあ、坂監督も一人だけど、やっぱあいつじゃなきゃできなかった。これ本当に特権的なアニメーターだけに許された表現なんですよ。他の多分誰にも描けない。この役はこの役者さんじゃなきゃできないんだってこと同じベクトルなんでね。このシーンはこのアニメーターじゃなくて絶対無理って言うんですよ。例えば、サイレント鳥のシーンなんかは、まあ、鳥の専門家がいるんですよ。まあ、エムラっていうね、有名な鳥屋に入れてあげたんだけど、だそういう人間はね、適材適所にはめて仕事をさせるっていうのは、これはね、監督の、まあ、言っちゃえば醍醐味っていうかね。あとは、この作品はね、通者に漢字をいっぱい使ってるんですよ。それ最初から決めてたから。漢字が持っている独特のそのシンボリックな、力っていうかね。これ、ね、実は随所にその漢字っていうものを、やっぱデザインとして、重要な設定の一部として使ってます。で、これは実は、中国の偉い書道の先生に全部書いてもらった。それをスキャンして CG にしてるんだけど。だからね、まあこれまで言っては手間暇かかってる。
つまり微妙に虹色に変化してるからね。でそれさ、やっぱその東洋的な雰囲気を出したかったっていうだけじゃなくて、やっぱね、あのこの作品についてもそうなんだけど、シンボリックなものが持っている力っていうのね、とことん試してみたかった。まあデザインワークの塊みたいな映画なんだけど、その中でも感じっていうのはものすごく重要なコンセプトの一つだった。まあそれがどのぐらい効果的だったのか、よくわからないけど、もしかしたらね、まあ日本人である私らよりは、まあ海外とか欧米の方にインパクトがあるかなとは思いながらやってた。でもこれはね、だからフォントじゃなくて書き文字である必要があった。だからアニメって監督のやりたいシーンを天から次へと形にしていくんじゃなくて、実際にやれる人間を想定してシーンを考えるっていうことがあるんです、実際に。で、この作品はその典型なんだよね。鳥が上手いやつには絶対鳥を爆かせるっていや、ここはね、ただ結果としてこの作品 の評価っていうのはね、致命的に決定づけたシーンでもあるっつって、ひたすら難解で退屈っていうね。まあそれは誠に遺憾ながらその通りかもしれない。コラボレーションってさ、コラボするってさ、やっぱ難しいよね。確かにね、自分と違う人間と出会うっていうさ、自分と違うこと考えて、ね、違うタイプの人と一緒に仕事をするってとても大事。映画って一人でできる仕事じゃないから、ね、相棒が必要なの。で、よく言われるんだけど、まあ、これはね、ある、アニメの偉い監督に言われたんだけどさ、アニメーションは相棒が二人いればできるってさ、二人じゃダメ。三人だったらできるって。ってよく言われたんで、僕もだからいつも相棒を探してきたし、ただそれはさ、コラボっていうのとちょっと違うんだよね。あくまで相棒なんてさ、味方だから。自分の味方になってくれる人。だけどコラボってさ、異質なものだからコラボになるわけだよね。じゃあ、異質な人とさ、どう付き合うかってさ、結論から言っちゃうと、無理。無理。結構で、ね、結構やってきたんだけど、基本的に無理。無理ってどういうことかって言ったら、喧嘩別れするか、諦めるか、向こうが、ね、怒って出てくか、大体そういうパターン。映画ってとても不思議だと思うんだけどさ、誰でもできるのよ。極論しちゃうと。漫画家だろうが、ミュージシャンだろうがさ、ね、作家さんだろうがさ、ね、だからプロデューサーはよくだから、ね、監督首にした自分が監督をやったりするわけだよね。そういう人もいるんだけど、絶対失敗するから。すごくさ、誰でもできそうに見えるし、実際できるんだけど、ね、実はね、すごく監督に特化した人以外は難しいんだよ、やっぱ。だから1回はできるんだけどさ、2回もできるかな。でも大体懲りる。3回続けてやった人いないから。まあ、その辺もちょっと後でお話しするかもしれないけど。だからコラボって、いろいろ言われるんだけど、今風だし、なんかかっこいい感じがするしね。でもさ、本当に人と出会うっていうのはさ、そういうコラボっていうのとちょっと違うと思うんだよね。予定調和的にいかないんだよ。で、優れた人間であればあるほど、ね、出会いにくいの。とやっぱ反発しちゃうんだよ。喧嘩しやすい。当たり前なんだけど。自分でいい仕事してる人って、みんな自分のポリシー持ってるから。だって他人の言うこと聞かないし。だから結局喧嘩になる。だから監督同士で、一緒に仕事するとか最悪だよね。最悪。昔ね、僕自分の師匠と仕事したことあるんですよ。自分の師匠と共同監督したことあるの。
これ最悪なんてもんじゃない。悪夢だよ。お互いに自分の方が正しいと思ってるからね。心の底で。ね、師匠がトイレ行ってる間にさ、書き換えちゃったりとかさ。ね。で、私がちょっとなんかご飯食べに行ってる間に師匠が全部勝手に書き換えちゃったりとかさ。で、それ繰り返してさ、結局、どうなったかってさ、ね、スタッフが誰の言うこと聞いていいか分かんなくなっちゃったよね。苦情続出。で、結局どちらの作品でもなくなっちゃった。見応えがない。だから、コラボいいよ、すれば。コラボいいんだけど、監督はね、一つの作品に、あるいは一つの現場に、一人しかいちゃいけないんだよ。皆さん、役者さんと出会うとかさ、いい絵描きと出会うとか、いいデザイナーと出会うとか、そういうことはね、たまにある。でもさ、僕の経験で言うと、自分が思った通りに映画作ろうと思うと、だいたいね、まあアニメーターってことなんだけど、半分はね、だいたい怒って、二度と来ないね。だいたい同じこと言う。あんたに騙されたっていうね。半分は、もう一回やろうかって。もう一回やんないって言ったら、やるやるっていうね。それが繰り返される。どうなのかって言ったら、だいたい半分ずつ消えていくから、どんどん少なくなってる。最近だから僕は仕事しにくくなってきたっていうか、アニメなかなかできない理由の一つだよね。そういうことあったりする。ねえ、それは僕のせいなのか、僕の仕事のせいなのか、僕のキャラクターのせいなのか、よくわからないけど、私に騙されたって言って去っていく人間は必ずいる。で、二度と帰ってこない。徹底してるね。よっぽど気づいたね。気づいたかどうかわかんないけど。でもそういうことは避けられないね。この仕事はね。さっきも言ったけど、集団だけど個人だから。個人の総合としての集団だから。集団で動いてないんだよ。だから、100人の人間と組んで100人とうまくいくわけないんだから。あと実写の人と仕事したこともある。アニメーションで。でもさ、やっぱりね、翻訳する人が必要なの。だからね、やっぱ無理。無理っていうか、専門性が高いんですよ、とても。どこがって言われて困るんだけどさ。存在しない人間じゃない。アニメーションの人物って。存在しない人間はあたかも存在するかのように、日常的に会話するわけ。ね。楽しみたい。誰よりも。スタッフの中で一番映画を楽しみたい。監督として。要するに映画を行きたいっていうかね。うん。映画を自分の体のようなのをしたい。私って結構さ、よく言われるんだけど、変わった映画作ってるってさ、ね、難解な映画作ってるってさ、奇才とかね、異端とかさ、いろんな形容詞ついてくるじゃないですか。でさ、15、6年前まではね、割と自分でもそう思ってた。はっきり言って。自分って変わってんだってさ。ね。すごく野心的なことやってるってさ。革命的なことやろうとしてるってさ。映画そのものを変革したいっていうさ。ね。で、そういうようなことを正規に、人にお金出してもらってやったこともあるから。ね。なんとかっていうスタジオ作ってやったんですよ。ね。だけど、結局さ、今どう思ってるかってさ。今はね、そうない。ないってことはないんだけど、好きがあればやるんだけど、そのためだけに映画作るともう思ってない。で、今どんな監督かってね、私今何でもやる。うん。アニメでも実写でも、原作があろうがなかろうがさ、ね、ほんとね、何でもやる。うん。頼まれたら何でもやろうと思ってる。ただし、自分のやり方としかできないけど。要するに何が言いたいかって言ったら、今はね、書くあるべき映画を目指してないんですよ。
そうじゃなくて映画そのものの正体が知りたいだけ。映画ってどういう表現なのかさ、どういう仕事なのか、それ知りたいだけで、それはね、やらないと何も分かんないから、僕はやって考えてもなんか分かるかって永遠に分かんないから、仕事やってる間だけなんとなく分かるんで、分かった気がするだけかもしれないけど、だから仕事したい、ね、何でもいいから、ただし自分のやり方でしかできない、自分自身が映画になりたいってことね。ゴダールみたいでしょ、うん、ゴダール昔の私が映画だって言った人なんだけどさ、でもさ、私が映画だってどういうことだってさ、学生の時からずっと思ってたんだけど、私なりに解釈するとようやく少し分かったことは、映画ってね、身体性のやっぱ表現なんですよ。自分の体ってことを離れて表現ってないんだよ、やっぱこの映画に関しては。アニメってさ、机の上で絵描いてるだけだから身体性関係ないじゃんと思うじゃん、普通は。違う、全然違う。アニメーションほど身体性の強い表現ってないんだよ。脳みそと腕が直結してるんですよ。途中に何もないの。だからね、つくづくね、あの映画って身体性だと思ったわけ。だから体、今一生懸命鍛えてるのもそれがあるから。体がね、こう元気じゃないと、復活してないと、映画が入ってこないんだよ。映画はここで止まっちゃう。こっちに入ってこないの。だから健康がいることは絶対条件だってさ、ね、だからさ、酒飲んだらタバコばっか吸ってさ、で青白くなって映画ボヤーって見ててもね、映画染みてこないよ、やっぱ。だそれは恋愛したいとかさ、喧嘩したいとかさ、それと同じような欲求として映画したいんで、だそれはね、ようやく分かった、60過ぎてようやく分かったってさ、だからさ、とってもそのこと今大事にしてるの、やっと手にした何かなんだよ。それもさ、映画を変革するとか革命するとかね、カタカナの革命するっていうさ、それってさ、頭だけだもん、まあまあ、若い時ってどうしてもそうなるよね、無理ないよ、それは。みんな頭でっかしだから、自分も頭でっかしちゃった、巨大な頭だった、アニメのなんか二等身半のキャラクターみたい。今ようやく等身になった、頭と同じように体と同じ値打ちがあるってこと、イコールなの、同じ値打ちがある。だからそうするとさ、作る絵が変わると思った、ね、確かに変わったと思う、少し。いや全然変わってないよ、あなたなんかいつもと一緒だよってよく言われるんだけど、違う、変わってんだよ実は。変わったと共鳴したい。でも最近さ、昔の僕の作品が好きだって人から言わせると、最近なんか緩いんじゃないとかさ、妙になんかこうぬるくないとかさ、要するにトゲトゲしてないんだよね、ゴツゴツしなくなった、滑らかに作ろうと思ってるから。でもそれはね、年取ったから枯れたとかさ、そういうの言われたくない。違う、昔よりももっと脂が乗ってんだ、私はそう思ってる。昔の方がね、油がなかった、パサパサだった、骨だらけ、ね、骨が飛び出てる、だからゴツゴツしてる。今はね、油乗ってるでしょって、口の中で溶けるようでしょって、トロみたい。それを目指したいと思って、だからさ、一番変わったってそのことだと思う。だからね、この講座見てる人もさ、だ昔の私のイメージ持ってるとね、ちょっと違うかもよ。だ一旦でもね、脳がけの世界を通過しないと体の世界に行かないと思うよ。しょうがないんですれば。だからさ、結論として言うと、映画監督って成熟するのにすごく時間がかかる。早熟の天才っているけどさ、それね、なんていうか、才能才気だけ。本当にね、体を響くような映画って年取らないと撮れないと思った。だしようやくね、自分でそれ実感したから、俺ってもしかしたらね、いい映画撮ってるみたいってさ、ね、それは具体的に言っちゃうと、スカイクローラー撮った時にそう思った。自分は確かに成熟したと思った。とんがってるだけじゃなくて、刺さるだけじゃなくて、染みるっていうさ、まあそんなとこかな。はい、
あの劇中に犬を登場させるってことが僕の場合2つあって、ね、1つは好きだからっていうさ、犬が大好きだから、特にバシャットって犬が大好きだから、うん、まあ親バカですよ。自分の中にどっかで必ずなんか無理やりでも出しておきたいっていうさ、が一つと、もう一つは、もうちょっと積極的な意味。人間でない登場人物って、まあ厳密に言えば人物じゃないんだけど、人間以外のキャストっていうさ、物言わぬキャストが持ってる、映画の中で持っている重要性ってことをいつも言ってるんだよね。ドラマって人間と人間の関わりだけが全てじゃないんですよ。ちょっとそれと違うレベルで関わっている、まあ、第三のキャラクターっていうか、人間じゃないキャラ、登場人物。何でもいいけど。それが劇中でどういう役割を果たすかっていうさ。まあ、いろんなパターンがあるんだけど、これはその一つの例だよね。初見で見るとね、飛行機に降りてきて、で、人懐っこいんだから、走り寄ったっていうふうに見える。でもその後でさ、下に眺めれば、ちゃんとさ、この人物が折ったマッチをね、注目して匂い嗅いでるんだよね。つまり、以前にも繰り返された何かなんだよ。犬ってのは習慣の生き物だから。で、そのことの伏線でもある。で、それをさ、誰かに言わせたりとかね、じゃなくて、人間じゃないもので表現する。さりげなくね。で、最後にもう一回それ出てくるんだけど、覚えてるかどうか、ね、わかんないけど、最後に立ち去るのは誰だっていうさ。ね、これは実は、実写映画でもやったことある。ね、ガルム・ウォーズっていう作品で、タイトルバックが終わった後で、一番最後にフレームを立ち去るのは誰だってさ。僕は絶えずその思いが、ね、どっかにあるんですよ。人間と人間の間だけ描かれるわけじゃないって言ってた。違った視点が必要だってさ。だ人間たちの様々なドラマを違ったところから眺めている誰かっていうさ。まあ、それは多分、海外の作品だと、特に欧米の作品だと、まあ、神様って話になるんだろうけど。僕はまあ日本人だし、そういう信仰、信教の信仰って持ってないので、だからいつも動物っていう形に接してるね。それが犬だったり、時には鳥だったり、まあ、魚だったこともある。まあアニメーションとして一番描きやすいから。まあ陸海空だっていうのはデタラメな歴史言ったことあるんだけど、あとまあ犬の場合はさ、そういうふうな、ね、さりげなく出して違和感がないっていうさ。鳥だとね、ちょっと象徴的になりすぎちゃうね。それはやっぱ神の視点だったり。天使の視点だったりっていうさ、魚って言って無意識の世界とかね。犬って日常的な生き物だから、なんかね、されてなくて使いやすいの。で、気がつく人だけ気がつく。ほとんど気がつかなかった人が大変だと思う。このシークエンスも。で、この作品をさ、犬の登場シーンだけ実はね、選んで見てみると、わかる、うん、多分気がつくと思う。それぞれのシーンで犬の果たしてる役割がみんな違うから。で、これはこれでね、アニメーション的に言うと、大変に難しいカット。実は。アニメーションでまともなラブシーンを描くってね、ほとんど見たことない。あ、そういう意味で言うと、これもだから本当にね、師匠、今本当に優れたアニメーター日本に数えるほどしかいない人間の一人、まあ、書いたんだけど、そうね、まあいい仕事だよね、本当にね、申し分ないっていうか、で私が付け加えたのは、まあ、気が付いた人は100人に1人ぐらいだと思うんだけど、拳銃を奪う時にね、ハンマーに指挟んでるんですよ。ハンマーのところに親指突っ込んでるの、絶対防波しないように。で、取り上げた後で、ハンマーをね、元に戻して、まあ、デコッキングって言うんだけど、銃を扱い慣れた人間だってことを描写として、さりげなく入れたんですよ。これだからさ、どんなに甘いっ
ていうか、そのどんなに情緒的なシーンであっても、重機とかね、そういうのが絡んだ以上は、そのディテールを絶対に手を抜きたくなかった。だそうすることで、なんかちょっと独特なシーンになることを期待したんだよね。だからあえてそういうカット作った。だからそういう極めて冷静なっていうか、戦う人間の本能みたいなものを残しつつも、ね、やっぱ命のやりとりっていうか、男と女の命のやりとりをするっていうさ。だから結構緊張感のあるラブシーンっていうことにしたかったのね。そのために一丁の拳銃、まあ全体二丁だけど、まあ拳銃が必要だったってさ。だこの辺がだからその、いわゆる演出っていう、演出っていうレベルの世界だよね。そうじゃないとただの、まあ、大芝居になっちゃうんだけど、演出がどうやってどこに介入するかっていうのは、まあその一つの典型でもある。他にもやっぱ銃使ったラブシーンがあるんだけど、この映画では。まあ違った使い方をしたんだけどね。で、彼らが持ってる拳銃っていうのは実はそういう象徴的な意味合いがある。ただの新規の男の子と女の子じゃなくて、ね、それぞれが、ね、10人だか20人だか知らないけど、人を殺した経験があるんですよ。そういう世界の話だっていうさ。それ、片時もそのことを忘れさせないぞっていうさ。とにかく、まあ、撃つんだけどさ。まあ、抱き寄せて、泣きながら抱き合うっていうさ。だからさ、こんだけ差が出たっていうさ、本当に対照的なシーンになったってさ。それがつまり自分の心境の変化ってやつだよね。こういうものを、その血の通った人間の表現としてさ、やるってことはね、ちょっと、稲沢さんは当時はね、考えつきもしなかったね。人間も人間も大して変わんないんだよっていうさ。で、これはそういうんで言えば、まあこの子たちは、ね、見かけ通りの人間ではないけども。で、一人の男と女として、ね、非常にこう、情感のこもったっていうか、情緒的なシーンだよね。で、これ見たある女性のプロデューサーが、ね、あれもっともっと長く、もっと、永遠に続くぐらいやってほしかったっていうさ。とアニメーションってそういう仕事なんですよ。尋常じゃないぐらい疲れる。で、勢いとかで仕事できないから。ね、コンスタントに、だから2年とか3年とか、同じモチベーションで仕事続けるしかない。で、机の上で映画作る仕事だから。設計して、施工して、で、まあ、装飾入れて、で、まとめて、こんなまでできましたっていうさ。面白がるんだよね。面白がらないとできないっていうかさ。で、みんなすごく幸せそうだよ。楽しそうだし。でもそういうものがいいんじゃないかな。うん、そういうのを、まあ、頑張るとかっていうよりも、その、自分の仕事が面白がるっていうことの方が、まあ、いい結果が出るんじゃないかなっていうか。で、それはね、やっぱ映画監督も同じだと思うんだけど、自分が面白がらないと、やっぱ、いい仕事にならないと思うし。というふうなことはちょっとあったりする。自分が興味あることを形にしたいんですよ。そっから始まってるので。だからそれがどういうふうに世の中に影響するかっていうのは、わからないし。わからないし考えてない、あんまり。正直言って。でも実態から言えば全部引用なんですよ。だから、もし僕の作ったものがあちこち顔出してる、コピーがあちこちにあるんだとすれば、むしろまあ、ミームっていうかその、とんでもないもんだよね。だからそれは、いいんじゃないの別に。好きなだけやってよっていうさ。パクろうが真似しようがいいんだよ別にそれは。それで面白いかどうかだけだから。パクったり真似したりしてさ、ね、つまんなきゃしょうがないんだからさ。で、面白ければ、
いいんじゃないの別に、何やったって。あとはあまりにもさ、まあ、丸コピとか完コピとか言うんだけどさ、そのまんまじゃんっていうさ、ね、たまにあったりするわけ。それはね、見てる人が絶対ね、今日の、なんて言うんだろう、バカにするから。でやる側にとってメリットなんかないんだよ。それはさ、映画の現在の問題とかじゃなくて映画の本質の話だよ。やっぱ詩人とかさ、小説家と違うんだから、うん、映像っていうのはもっと植物的なものでさ、その素材の部分でのオリジナリティとかね、僕はないと思ってるから。だから実写映画の場合にはね、役者さんっていうさ、キャストっていう大きな要素があるから、それでいくらでもバリエーション作れるんだけど、アニメーションないから。でそれってさ、なんて言うんだろう、集団作業ではあるんだけど、あくまで個人なんですよ。個々の局面ではみんな個人なの。まあ音響とかちょっと違うんだけどさ、だからね、違うエネルギーが必要。毎日電車に乗ってスタジオに通って、で時間になったら電車に乗って帰るっていうさ、でご飯食べて、ね、テレビとか適当に見て寝るっていうさ、だから普通のサラリーマンの仕事と一緒だよ。会社勤め、ね、同じようにやんなかったらね、持たない。2年とか3年とかかかるから。これ映画の時に絶対必要な資質、まあアニメの監督にってことなんだけどさ、どんな短いもんだって最低半年かかるんだから。まして長編直すとはね、3年でも5年5年やってる時あったんだからさ、うん、そんな仕事って世界にそうそうないと思うよ。だからどうしてもね、そこのとこは力説しちゃうんだよね。でも多分これ聞いてる、今聞いてる人も、うん、多分分かんないと思う。それ仕方ない、仕方ないです。だからアニメーションたまにさ、監督やりたいんだけどっていう人いるんだけど、絶対におすすめしない、絶対おすすめしない。疲れるよ本当で。大体ね、サボるとか怠けるとかいうことを言われることみんな恐れるから。で働くふりするんだよね。働くふりするとどうなるかってさ、モチベーションだだ下がるんだよ。あんましつこく言うと怒られるから、この場にでいいかな。